はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、韓国チキン、なんか韓国チキンみたいなの流行ってるじゃないですか。それをね、買ってきたんですよ。いっぱい、もういっぱい。今日はね、それを食べていこうと思うんですけど、せっかくね、その韓国チキンなんで、タピオカなんか合いそうだから、それも買って、もちろんね、ビールも飲みまして楽しんでいこうと思っております。ということで、早速ね、準備取り掛かろうと思います。よし、開けてきますか。と、あ、こんな感じ、うまそう。なんかね、いろんな一応部位が入ってるっぽい。これチキンこんな感じ、はい。はい、ってことで、今こんな感じで全て商品を出してみました。あのね、想像よりも多いんだけど、フライドチキンだけかと思ってたら、唐揚げとかもいっぱい入ってんのね。びっくりした。で、今回頼んだチキンがですね、4種類ありまして、まず通常のオリジナルに、ヤンニョム、ガリバタハニー、タルタルソースと、これ4種類なんですけど、まあね、見た目普通なんですよ。で、そっからね、なんか上にかけていくっぽいんで、ちょっとこれ1個ずつかけようね。まずこの1個目、ヤンニョムソースですね。ヤンニョムソースは、こんな感じでございます。うわ、こんな感じで、続いてこのガリバタハニー、ガリバタハニー、こんな感じ。やっぱもう匂いよね、一番太りそう。これやべえ、これ一番カロリーやばそう。で、最後にこちらのタルタルですね。はい、これが最後のタルタル。タルタルはこんな感じでございます。今3種類のチキンかけまして、こんな感じ。めっちゃうまそうに見えるんだけど、すっげえお腹すくな。はい、準備が整いましたんで、とりあえずこれつけよう。今日もこれ食べにくいな、これ食べにくい、これよいしょ、これで OK かな。はい、ということで、早速ね、食べていこうと思います。いただきます。まず、じゃあこれ普通のオリジナルからね。オリジナル、こんな感じ、超うまそうなんだけど。よし、いただきます。めっちゃうまい、めちゃくちゃジューシーなんだけど。うん、すげえうまいんだけど、これ何、これ、想像のね、3倍ぐらいジューシー。ちょっとこれ唐揚げ、これ唐揚げだと思うんだけど、唐揚げはね、こんな感じでございます。こちらもめちゃめちゃうまそうよ。うわぁ、ニンニクすごい効いてる、うまっ。うん、衣サクサクだし、お肉もね、めっちゃジューシー。うん、ちょっと今日早々といいですか、この子開けちゃってね。うん、すいません。それでは皆さん、乾杯と。ちゃうんだよ、このオリジナル。うん、かなりね、唐揚げにしては結構味濃いめ。うん、次ちょっとこのヤンニョムいこうか。ヤンニョムね、このフライドチキン、じゃね、こんな感じ。うん、うまそう。うん、ヤンニョムソースうめ。コチュジャン系の辛みがね、ピリッと効いてるんですけど、ほんのりね、甘みもあるんですよね。これが食欲をこうグッと増進させてくれる。めっちゃうまい。ちょ、唐揚げも食べよう。
唐揚げの方がね塩分が高いんで、その分ヤンニョムソースの甘みが抑えられて、これはね完全におつまみ。うまっ。続いてこのガリバタチキンいってみましょう。まあ見た目はねそんな変わんないですよ。これはカロリーの味がする。めっちゃハイカロリーなんだけど、これすごい、この中では一番重い。なんかそのハニーっつっても甘さはね結構抑えめです。うん、でも世の中ではこういうの流行ったんだよね。確かにうまいわ。流行る理由もねなんとなくわかる。うん、いつもみたいにお腹いっぱいじゃないんだけど、今満足感がねやばいんだよね。うん、そろそろ中和させるためにタピオカのモッカ、普通のタピオカミルクティー、今回はねチャタイムさんかで買いました。はい、こんな感じ。ちょっとおじさん甘いのがあんまりね得意じゃないので、今回はあの砂糖 30% で頼んだんですけど、甘さねちょうどいい。うん、そしたら次これタルタルソースか、タルタル、こんな感じ。うん、うん、うめえ。一番ね日本っぽいわこれが。うん、ガリバタハニーとかはなんかアメリカっぽいし、まあヤンニョムもね韓国っぽい感じなんだけど、日本ってさあのチキン南蛮とかあるじゃない。結構ねこのタルタルが一番馴染みあるような味かもしれない。うん、今ねちょうど多分半分いったかいってないくぐらいだと思うんですけど、ぶっちゃけねお腹いっぱい。ちょお腹いっぱいになってきてもうまいもんはうまいんですけどね。うん、ちょっと味変してもいいですかね。味変、抹茶のねタピオカで味変していきたいと思います。いや、やっぱり抹茶で苦味があるから、こっちもね砂糖 30% だったんですけど、ミルクティーに比べると全然甘くない。うん、さっぱりしてね超いい味変、うまい。お腹いっぱい。うん、大量のお肉と大量のタピオカ、これね顎やばい。ちょっとね、だいぶ重たいんで、これ一番さっぱりの味変で、よいしょ。これがね、パッションジャスミンティーに、タピオカと鮮草ゼリーが入っております。うん、あ、葉っぱ風、なんかね、ちょっと渋めのあんずみたいな味する。単体で飲むと絶対美味しいけど、あのね、ご飯と合わせるものではないね。このチキンたちいっぱいね用意したんだけど、もう重さと顎と相まってね、なんかね美味しく食べれない気がするこの後。なんでまだソースも残ってますし、これはね今日取っておこうと思います。夜食べる。ただ残しにくいねこのタピオカ、これはね全部飲んじゃおうと思います。今日も満足いくまでいただきました。ごちそうさまでしたと。はい、ということでタイムね韓国チキン食べ終わりました。今回ね味を4種類頼んだんですけど、いやね、どれもちゃんと美味しかった。うん、
結構ね、 YouTube とか若い子とかにもこのヤンニョムチキンって流行ってるってよく聞くんですけど、あのね、流行る理由はわかります。味はね、もうちゃんと美味しいでございます。最近はね、このメニューもまあ流行ってるからなのか、繁華街とかに行くとこういった韓国チキンを販売してるお店も結構あるっぽいので、ぜひね、気になった方は買ってみて食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。